ミュージックバンカーオネガ 83.8 日本飲んだくれナイト。皆さんこんばんは。日本飲んだくれナイトの時間がやってまいりました。メインパーソナリティのノミネーです。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はお酒に関するさまざまな情報を通して日本を全力で応援、元気にしようという情報番組です。では情報収集してくれる飲んだくれたいメンバーを紹介します。ふーちゃん。はい、どうもふーちゃんです。皆さん豆の用意は十分ですか？うん、あそうだよね。もうすぐそんな時期ですから、うん、まあ恵方巻きだったりお豆の時期ですね。そうだね、うん、いやまあうちは何も用意してないんですけどね。しろよはい、ということでこれから頑張って帰りに買って帰りたいと思います。次、はい、なおちゃん。はい、ナオックスです。皆さん風邪に負けずに元気ですか？いやだってさ、節分が来るってことは、はいはい、もうすぐ春がね、うん、来るっていうことでしょ、うん、おやったよね。ほんとね、そう、節分の次の日は立春だから、ね、ふーちゃんにも春が来るっていう、そういうことでいいのかな。なんか言い続けて1年経ちましたよ。どうします？冬も言ってたよね。お前なあの1年待って夏も言ってたずっとだよね。そんなね、今日は私の弟の結婚式で、おめでとうございます。ありがとうございます。髪がボンバーになってるんですよ今日そうボンバヘボンバヘ誰かと思った最初お水みたいってねそう、初めてね着物着てね、あの黄金着っていうやつを着てね、うん、そうそうそう。でももう酒超飲もうと思って行ったんだけど、うんうんうん、やっぱねこう帯が閉まってると酒もそうちょっとさ入らない、着られないしね。そうだから、もうちょっとずつだよね。肉出てきたら赤ワイン、魚出てきたら白ワインをちょっとずつちょっとずつ飲んで今日ここに来ました、うんうん、だから今日あの結構色気があるっていう感じだったね。やっぱりね、来てるよこれ、来てるよ。どうすんねんふーちゃんこの展開ほんま俺どこで突っ込もうかなって思ってたんだよいいよ塾長喋って。はい、すいません。はい、皆さんこんばんは。お酒の塾長です。はい、塾長オブお酒です。はい、今回も元気100倍お酒100杯頑張るでござるよ、ニンニン。はい、なんか何が、はいはい、いろんなもんばさっと塾長塾長、なんかなおちゃんの扱いがちょっとあれやね、なんか冷たい感じ、ね、やっぱそろそろね飽きられてきたから、あそうか、ちょっと違うバージョン、違うバージョン考えようかな。そろそろ考えていかないと、もうすぐ春になったらね。そう、あとふーちゃんのいじり方も春が来るやつじゃないやつにしようか。そうか、そうしようかあのなんでなんで、あのいじるやつじゃないやつ全体の意見統一しようとしないでもらっていいですかまあ仲良くやってください。ほんまに、ね、本当に、本当にもうはい、では今週も極上の一杯を探す旅に出かけましょう。今宵の飲んだくれトーク、最初のコーナーです。今宵の飲んだくれトーク、ここでは季節の話題や全国のちょっと珍しいお酒のご紹介、そして時にはゲストをお呼びしてお話を伺うコーナーです。今回のゲストは元宝塚歌劇団花組娘役で、現在も舞台、歌、そしてアパレルブランドのパロレッタのプロデューサーなど幅広くご活躍中の春花キララさんです。いらっしゃいませ。春花キララです、よろしくお願いします。そう、はい、いやいやちょっと宝塚ですよ、ね、いやなんか初めてです私宝塚の方にお目にかかるの。あ、すいません、初めましてが私で、ね、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。キララですよね。いやもうキララキララしてる、キララです。やっぱり花があるよね、やっぱりね、いやいやいや、ま、たみんな 花あるからね、みんなのみね、もうなおちゃんも花あるから、早い頃、早い、まあね今日女性陣子3人並んでるからね、そういう意味ではね、ごめん取ってつけてもうたわ、ごめんじゃあ塾長、はい、塾長がいただいたご縁なので、そうですね、はい、今回は塾長からインタビューしていただきましょう。春花さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ちょっとあの何点かインタビューさせていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。
あの酒結構お好きでしたよね。そうですね、お酒はもう現役時代から好きで、いやーやっぱお酒はね、ここにはねお酒は好きで、日本酒と焼酎でしたっけ。そうですね、あと、まあ、ハイボールが好きで。あ、よかった、この番組うってつけですね。それで ありがとうございます。いやー来れてよかったです。すいませんでした。はい、では早速なんですけど、はい、あの春花さんのですね、最近の活動について、あの、教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、あのやはり今は舞台を特に中心にあの活動しておりまして、あと紹介していただいたように、あのパロレッタというアパレルブランドのプロデューサーとしてもちょっとやらせていただいてまして、 いやーね、ちょっとご縁があって、洋服も大好きなので、はい、今日さっき洋服トークで盛り上がりましたもん。はい、なおちゃんさんの洋服すごいおしゃれで。ちょっとなおちゃんさん、なおちゃんでいいよね。なおちゃんさん、なおちゃんでいいです。なおって言ったらいいの、あかんか。そうそう、ゲームしようよ。違う。そう褒めてもらってちょっと嬉しかったです。とっても可愛いです。これあれですね、あのアパレルブランドのパロレッタっていうのは、はい、イタリア語で甘い言葉っていう意味で、ね、あの南イタリアのですね、はい、アマルフィの海岸に住む黒い猫を持ち、そうです、ですので今日ちょっとね、今日あのイタリアのワイン持ってきてるんですね。いや今飲んでるのは南イタリアのシチリアのワインだったんです。すごい、実況超おしゃれ、ちょっとストーリーが出来上がってる。そう、だから今日持ってきたんです。召し上がりながらね、そうだよね、今日だけちょっとかっこいい。いつもかっこいいです。全然知らないでしょ。すいません、この失礼します。皆さん、あのワイン召し上がりながらどうぞね。はい、ちょっといただきます。チーズも偶然パルミジャーノレッジャーのイタリアのチーズ持ってきた。すごいです。酒のご縁がありましたね、ほんまに。素晴らしい、何も示し合わせてないのに揃ったっていう。すごいな、ありがたい話です。はい、ではその次なんですけど、はい、あのお酒が好きになったなんかきっかけとか教えていただけたらと思います。そうです、なんか昔からあの塩辛とか小さい時から塩辛すごい好きで、あの塩辛って酒のつまみっすよね。そうなんですけど、なんかあの、まあ、父が食べてるのを見て好きで、よく小学生ぐらいの時からずっと食べたりしてて、まあ、将来のんべえになるなって言われてたんですけど間違いない間違いないんですよ、それは。いやでもなんかこうちょっとね、リフレッシュする時かなんかにこうお酒飲むとまたちょっと気分が変わったりとあるので、割とその、まあ、元気の時もいろんなこうもやもやするものがあったり、あ、まあ、やっぱするじゃないですか。辛いですね、そう、この世界もいろんなあるんでしょうね、まあ、見えないところで酒を飲んで。ちょうどあの昨年の12月にあのクリスマスコンサートであの春花さんが歌われるね、トークにちょっとあの参加させていただいたんですけど、そこであのトークがあったんですけど、面白かったのがあれですよね、あのお酒を飲みすぎた次の日はその方にあの連絡ができないって言って何をしたか覚えてない怖くて連絡ができないと。どういうことなんですか、やっぱり。そう、なんかやっぱ飲みすぎてちょっとあの記憶がこう曖昧になる時あるじゃないですか。まあまあまあ、なんか一部こう欠けてる時ですね。ちょっとここないなみたいな。はいはいはい、で次の日にパッと起きた時に昨日何をしてかしてしまったかわからないからなんか恐怖で連絡できなくてっていう。でもね、なんか二日酔いになってもお酒はやめられないんだなって思いますね。ええ話でなんか涙出てくるわ、ほんまにな。全然出てないけど。そう。ええ、そうですね、なんかね。そこ見えてないからごまかせるかなみたいな、今までのが全部消されたような。確かに、みんな言えなかったことをする。こんなええ突っ込めたら、ふーちゃんいらんな、これ。ああ、俺、除外かな。塾長がハーレムになるやん。そっか。逆にきついで、それは。こんなキャラ強い人に囲まれたらあかんわ、ほんま。すいません、こんな回です、すいません。楽しいですね。いいですね。はい、続いてなんですけど、はい、あのお酒とかですね、おつまみの楽しみ方などをちょっとね、春花さん教えていただけたらと思います。はい、そうですね、私が一番お酒を飲んでて幸せだなと思う時はやっぱ仕事が終わってお家に帰ってこう、まあ、取りだめてるアニメだったりとかを好きなんですよ。で見ながら、まあ、たまに豪勢な時は焼き鳥とか買って帰って、焼酎やらハイボールやらをいただきながら焼き鳥に焼酎か。見た目だとこうワインとか、あ、カクテルとか好きなんですよね。言いそうな可憐な感じなのに、娘役だからね、お嬢様的な。
木原さんです。いやいやそんな多分ね私たちと似た空気ですよ。きっと同じ下なんだ嬉しいって上品で華やかで女性っぽいっていうことでいいんかふーちゃんこら待って俺どうしたらいいんやろ今日それよそれよ結構ナモちゃんと飲み方似てるよね。でもねまあそうね、びっくりしたわ。超わかるみたいな本当ですか。やっぱり焼酎だったり皆さん日本酒がお好きなんですか。何でも好きやね。何でも好きですね。女性も好きですわ。そうか。すいません。そうですか。すいません。すいませんでした。あの木原さんにはね、この後も残っていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。では、ここで一曲お送りします。まゆで、手紙、生まれてくるあなたへ。今週の飲みピリア。ここではお酒に関する雑学や専門知識をお伝えしていきます。今週の担当はノミネです。はい、今週は日本酒発祥の地についてお話ししたいと思います。ほう、皆さんどこだと思われますか。どこだろうか。いや、でも京都とかじゃないの。あ、そっち関西系かなって思う。近い、でね、まず日本酒発祥の地として、石碑が建てられている場所は3カ所あるんです。3カ所もあるの。はい、まずは宮崎県の西都市の妻神社という神社の中ですね。日本清酒発祥の地という石碑があります。そのね、神社のご祭神であるこの花の咲夜姫というお姫様がいたんですが、その、お姫様が3人の子を同時に出産された際に母乳代わりに甘酒で育てたと言われている伝えがあって、そこに1カ所目建てられています。そして2カ所目が、奈良県奈良市の省略寺、こちらも日本清酒発祥の地という石碑が建っておりますが、はい、こちらの省略寺に関してまたね後日詳しくお話ししたいと思ってますので、今日はお名前だけです。はい、で今回は3カ所目の大阪府伊丹市の河野池という場所に建つ清酒発祥の地についてお話ししたいと思います。はい、これはどこもそういう説があるっていう。そうですね、まあ一番古いのはやっぱ宮崎民話的なところなんね。で次が省略寺、一番新しいのが、伊丹かなと思ってるんですけど、で阪急伊丹駅からバスで10分ほどのところに清酒発祥の地の河野池というところがあるんですね。で今は河野池児童公園になってます。はい、で山中家邸宅跡に清酒発祥のを由来して記念なんていうか建てた河野池稲荷志碑という石碑が建ってるんですけども、そこで初めてモロハクの清酒を作り大いに販売したという内容が記されています。モロハク、モロハク絶対聞かれると思った。わかんない。麹のお米も、はい、かけ米も両方とも精白してあるのがモロハクって言います。書っていうですね、ごんめんの書という字に白いモロハクなんですね。モロハの剣とかのモロハかな。そうだね。あの玄米じゃないってことですか。玄米を精米して白米にして、それを使ってるってことですよね。そうそう、で普通はね、麹米昔は玄米だったの。それは片白っていうの、片方の塩で片白っていうんだけど、両方精米してあるのでモロ白ですね。でそこから、140メートルほどの位置に清酒発祥の地という石碑が立っています。でここは、2010年に山中新六という人がいたんですが、その方の没後440年を記念して建てられた石碑です。でね、ここどうしても行ってみたくて、また行ってきたんですよ私、伊丹へ。でそしたらなんか行ってびっくりだったんだけど、本当に住宅街のど真ん中にあって、その石碑の裏側がね、家庭ごみの集積所になってる。ちょっとがっかりって、みたいな。なんかいろいろとがっかり名所みたいな感じになってますね。そうなるほど。でこの山中新六って誰なのっていうところなんですけど、で戦国武将の山中鹿之助幸盛という人のお子さんで、1600年頃清酒の醸造法を確立した人なんですね。でそこまでは濁り酒が主流だったんですが、新六は洗練された澄み酒、澄んでるお酒を作ることに成功しました。でそれがたちまち人気を博して、江戸でも爆発的なヒットとなっています。で新六さんは炭とかね、あの木炭の炭ありますよね、灰を利用してろ過して澄んだ酒を作ったって言われています。ね、伝説ではね、実は蔵に雇われていた手代が怒られてむしゃくしゃして、こんな酒は飲めないようにしてやるって腹いせに灰を投げ込んじゃった。そしたら澄んだ酒ができたっていう伝説があるんだけど、奇跡。
これはそうそう奇跡なんですよね、うん、でこれはねちょっと個人的にはねどうかなと思ってます、うん、で関西では今はね灘が有名なんですが、うん、灘は伊丹酒が確立された後なんですよね。で灘は海に近いことから江戸へ運ぶ地のりと、うん、あと六甲山からの急流を利用した水車を利用して精米の技術が発達させてどんどん大きくなって、うん、伊丹酒は残念ながら衰退していってしまいます。で現在は伊丹市内の酒蔵通りには白雪さんと老松さんの2軒を残すのみとなっております。で今日は白雪さん持ってきました、うん、飲んでみてください。いやすごい美味しいですね。すごい飲みやすい、ね、スルスルいけるね、うん、ちょい甘め、ねえ、うん、昭和工事というなんか暮らし、どうですか、キララさん。美味しいです。近いですよね、宝塚からね。そうなんですよ、阪急ね。なんかもっと早く知っていたらね、知ってたんですけどね。ねえ、じゃあもともと知らなかった。知らないですね、近くにいてもやっぱりね、知らなかった、勉強不足でしたね。今日はたくさん勉強させていただいてます。いや私も知らなかったんで全然問題ありません。何このキザな感じ。それね、後日談なんだけど、この新六さんはね多数の男子がいて、うん、八男の河野池善右衛門さんは大阪に出て両替商やります。で江戸時代の日本最大の豪商に発展し、明治になって河野池銀行となり、合併して三和銀行になります。で今は UFJ ホールディングスだって、UFJ フィナンシャルグループとなっています。はい、以上今週の飲みペディアでした。酒瓦版のコーナーです。お酒に関するイベントのお知らせやおすすめのお店など知ってて得する身近な情報をご紹介していきます。今週は姉さんお願いします。はい、先ほどに引き続きまして、白雪さんのご紹介です。白雪ブルワリーレストラン長寿蔵のご紹介です。え、ビール？そう、ごめん、ビール。ビールなの。さっき日本酒出てきたのに。そうそうそう、同じメーカーさんのビールですね。で飲みペディアで、ね、試飲していただいたのは日本酒ですよね、はい、でその、白雪を醸造する小西家が醸造を始めたのは1550年と伝えられまして、薬、薬酒業と兼業だったそうです。そして1612年には酒造本業としまして江戸への輸送を開始しました、はい、で小西酒造さんが掲げる山は富士、酒は白雪という有名なキャッチフレーズは、うん、小西家の2代目が馬の背中に酒樽を積んで、うん、江戸へ運ぶ途中富士の気高さに心を打たれたことに由来するのだそうです。で先ほどご紹介した伊丹市の酒蔵通りに残る、2軒のうちなんですね、1軒小西さんなんですが、はい、規制緩和が施行された1994年以降ビールの醸造に注目し力を入れております。日本酒だけじゃなかったんだ。そう、結構今ビール有名ですね。ビールが可愛いね、可愛いよね。で醸造所が併設されたレストランでは、はい、オリジナルの4種のビールを中心に期間限定のビールなどを料理とともに味わうことができます。へ、じゃあ今回いただいたこれ以外にも種類は、あと3種類ありますね、はい、でサーバーで注がれるビールが、ね、4種類ありまして、まずは各 100ml を飲み比べできる白雪ビールテイスティングセット850円でお試しくださいということで、試してきました、この間。なるほど。そうでね、ブロンドっていうビールと、はいはいはい、ホワカというビールなんですが、はい、山田錦を原料として使用しているビールなんですね。ビール、はい、で今日お持ちしたのがスノーブロン酒、はいはいはい、ドイツで行われる世界三大ビールコンクールで3年連続最高金賞を受賞しております。すごい、すごい。いただきますね。どうぞ。いただきます。で小麦を原料としたベルギータイプのホワイトビールです。はい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 、だからかフルーティーなんですね、うん、でハーブのコリアンダーとオレンジビールでフルーティーとか爽やかな感じ。ベルギービールって言われちゃったら分かんないけど、コリアンダー、ほらコリアンダーが合う。あ、そうね、パクチーチップス美味しい。なんかいろんな姉さん仕掛けが偶然今これ言ってああと思った。置いてあること気づいちゃった。そう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 、いやでも飲みやすいですね。そう、なんか泡もきめ細かいし ね、白いし、すごく美味しい。であと一つがね、ダークですね。うん、あのカラメルモルトを使用して焙煎したね、麦芽の香ばしさとコクの深い甘みが特徴のビール、この4種類
ですね。やっぱりねスノーブロンシュ私一番好きで、それを買ってきたんですけど、でレストランを出るとね目の前に長寿蔵ショップっていうのがあるんですね。でそのレストランの奥の醸造所で作られた自家製の地ビールとか日本酒とかね、ベルギーから輸入した数多くの銘柄のビールも集まっているショップがあります。ベルギーからもあるんですか。はい、すごい多かったです、種類がびっくり。でね、白雪関連のグッズも購入できますし、酒粕から作られた酒ケーキとかドーナツといったスイーツもあって、日本酒は少し苦手という女性とかね子供たちも楽しむことができます。なんかすごいドーナツとかね お菓子のあれにすごい目が一瞬キラって輝いたんですよ、キララさん。いやそれもいいなと思って、ね。でレストランの2階なんですけど、はい、長寿蔵ブルワリーミュージアムがあります。ミュージアム、はい、で阪神大震災の直後に開設されまして、2017年に22周年を迎えました。で館内は酒造りにおいて要となる麹造りの室とか、酒を絞る際に用いられていた木桶などが並びまして、かつての酒造りの工程をたどることができます。してそれで買ってきてくださったんですね。そうですね、スノーブロンシュを、はい、スノーブロンシュ美味しいね。よくこういうなんか小麦が入ってるのかってなんか特殊だったりするんですか。うん、そうですね、やっぱりあのフルーティーな感じがするって今話あったんですけどね、やっぱり世間で有名なのはヒューガルデンホワイトですよね。あよく似たような上品で華やかで優しい、まるでキララさんみたいなね、いいですよね。もう無茶ぶりやめてでも喜んではりました。まんざらでもなさそうな。そして塾長がいつもと違うぞそうやで、ね、すごくね天井が高くて、開放感もあってね居心地のいいレストランなので、ぜひね大阪観光の際にでもお立ち寄りください。今週は白雪ブルワリーレストラン長寿蔵のご紹介でした。はい、このコーナーでは皆様からのお便りご質問を募集しております。メールアドレスは sake@music-banker.com sake@music-bunker.com です。なおミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。お待ちしております。以上酒河原版でした。今夜の日本飲んだくれナイトいかがでしたでしょうか。キララさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しい、なんかこう雰囲気がキララさんがいるだけでね、いやいやキラキラしますそう空気がね、なおちゃんうまいこと言うな、ついに私のことも言った、ほんまにスキル上がったねどうでしたかキララさん。いやすごい勉強になりました。なんかお酒のこともっと知りたいなって思いますね。なんかいろいろ知ってて飲むのと知らないで飲むのと違うような気がするんだけど、私はどう塾長。まあそう思いますよね、ほんまにね、二人知りすぎてるからね。知りすぎもあれなんだけどね、マニアックになっちゃうんだけど、ちょっとね知っててもいいかなっていう気はする。本当そう思いますよね。恋愛のことは分かりませんわ、ほんまにね。待って、誰も言ってない。急にどうした、急にどうした失礼しました。なんかちょっと今日塾長変な方向にギア入ってる気がするんだけど大丈夫。もうちょっと大丈夫なんですよ、キララさん。そうなんですか。大丈夫って、あかんみたいな。もうちょっと大丈夫なんだ。いつももうちょっと大丈夫って、いつも結果ダメみたいな。いやなんかでもいいですね、この空気感がすごく。私も幸せな気持ちでお酒をたしなみながらトークさせていただけて。キララさんに質問なんですけど、舞台とかやっておられるじゃないですか、はい、あの打ち上げとかってどんな雰囲気になるんですか。それちょっと聞きたいなと思ってましたですね。やっぱ打ち上げというだけありましてね、打ち上がりますよね。どっかいいな、おもろいなそれ。今良かったもんね。いただきみて今度コピー&ペーストしようか塾長に。じゃあ今度振りますわ。結構お酒とか並んでるんですか、じゃあ打ち上げです。そうですね、やっぱりいろんなこうお酒が好きって言ってると、はい、差し入れてくださる方もいらっしゃったりで、お酒をこういただきながらお疲れ様でしたってなって潜入してみたいね。打ち上げ、そういう場の打ち上げに、柱の役でいいからさ。お遊戯会じゃないんだからだってこのラジオね、大黒柱は飲みねえですんでね、十分じゃないでしょうかね。うまい塾長のいい話。今日のいい話酒の女神が降臨したで、ほんまな。ちょっと塾長、あのくどかった、くどかった、あかんな、ちょっと言い過ぎやったね。大変失礼しました、ほんまね。もういじめられて、まあダメです、ほんまいじめられてます
はい、それではこの後はアーティストヒストリーをお楽しみください。メッセージありがとうね、モニンナちゃん。ちょっと噛んでるし、ね、噛んでるね、これ。明日も美味しいお酒が飲めますように。乾杯乾杯。小さな画面に映る見知らぬ世界。そんなのおかしいですよ。好きなシーンはどこまで OK なんですか。ラブと刺激、ラブと刺激だ。私知ってるんです。俺はピンクを成功させたいんです。俺は決定だ。別に好きじゃないって言ってるでしょ。どうして自分がピンクなガールとピンピンク。みんなよろしく。俺はこんなところにいるべき人間じゃない。アンノはゲーム好きか。アンノさんはゲーム好きですか。みんなゲームは好きですか。でもさすがにこう毎日だとゲーム嫌いになりそうですよね。じゃあ飲み行っちゃう。だからじゃあって何ですか。あ、うん、受付で僕らが出てる CD 配ってたんですけど。え、いや売ってる。売ってる。ボイスドラマ CD リプレイ、ミュージックバンカーオンラインにて好評発売中。ミュージックバンカーオメガ、調布 FM。調布 FM ミュージックバンカーオメガ 83.8